はい、毎度、お疲れ様です。今回はですね、ワードを、こう、乗ることによって、まあ、奥が深いとか、今まで散々話してきたんですけども、さらなるこの奥をね、ついに見せれる時が来たんですよ。まあ、ナルーの、なんつうんですかね、取材行ってたんで、その時のサーフィンでワードを持って行ってたんですよね。で、まあ、ワードで、この世界観を、見せたかったんですけども、ナルーが出るまでその動画は載せれないっていうことがあったんで、なかなかこのナルーが発売したと同時に、こう、載せていきたい、なと思うんですけども、この和道がですね、一回で一つの波でやるた時も楽しいんですけども、いろんな波で今やってきてるんですよ。で、今回は、ターンができる波で結構乗り詰めてみたら、もうすごい発見があったんですよね。もんで、乗ってすることによったら、板が動くみたいな、いろんな挑戦もやれるようになったんです。まあ、ほんまに波に順応性がいいというか、ちっちゃかっても、父親を楽しませることができたし、まあ自分自身、こういう波でも新しい発見で、そもそもシングルフィンでこんなにカービングできる板っていうのが僕は今まで作ったことなかったんですよ。で、もともとそのノーズライドコンテストでシングルフィンを作ることになって、その時にノーズを意識して作っていったら、まあ外人の前選手がターンで見せつけてて、シングルフィンでね。で、シングルフィンでターンも見せつけないといけないっていう感じやったんで、なんかそのターンができる板っていうのをまあシェイパーに頼んで作ったのが和道っていうことを今まで話してきたんですけども、やっとこのターンの良さをこう見せれるっていう時が今回来たなみたいな。フロントサイドターンで、まあもちろんナルーマガジン見てもらっても、文読んでもらっていろんな話、まあイメージ膨らましながら僕のこの動画を見てもらったらいいかなと思いますんで、よかったらナルーも、見ながら YouTube 見てもらうと、さらに楽しんで、ぜひお願いします。で、まあ、和道に関してなんですけども、正直、自分の中では、こんなにラウンドハウスが、いけると思わなかったですね。カービングが、このシングルフィンっていうのが結構、自分の中では難しいっていうイメージがあるんで、ターンがすごい難しいなと思ってたんですけども、それがだんだん癖になってきて、楽しくなってきたんですよね。で、まあ、普通に曲がる分にはめちゃくちゃ簡単なんですよ。けど、ここまで追い込んでいくと結構難しくて、もう成功した時はすごい嬉しいんですよ。で、だんだん、入れば入るほどキレが良くなってきて。で、まあ、日本海で、まあ時期的には10月末やったんで、日が暮れるのも早くなって、まあ、そんなに長いこと、その慣れてきた頃には、上がらないといけないっていう状況になってしまったんですけども、まあ、次回は、もっと、波のある、張った波でやってみたいかなと思って、さらなる、また、この、和道の凄さを引き出せる、その、ポテンシャルがすごい高い板っていうか、すごい奥が深いんですよね。その、一回とかじゃ語ることが絶対にできない。今ですら語れって言われたら、こうこうこうっていう表面的なものは言えるけども、中身の奥深さはまだまだ語ることができないっていうのが和道で、さらなるポテンシャルを秘めた板です。皆さんもよかったら乗ってみてください。ありがとうございました。